The next participant is Tianchu Gao from The Ohio State University. Her speech is called 理想と現実日本の女性イメージ Ideal in Reality, the image of Japanese women. Tianchu will talk about the image of ideal woman in contemporary Japanese society. It was inspired by a Japanese comedy show she has watched and a conversation she had with her friends from Japan. しかし私の出身の中国では大変ゆかさが最上の褒め言葉で年上女性に可愛いと言ったら自然に当たりますしアメリカならミシェル・オバマさんのような自主的で強い女性が最も魅力的に見えるそうですだから日本で理想的な女性というのは実際にはどのような女性なのか興味を持っていました日本人の友達によると日本で理想的な女性のイメージは変わり続けながらも今はもっとフェミニズムの影響を受けているそうです20世紀後半以来日本はアメリカの影響でフェミニズム運動が強くなり例えば日本のフェミニストの田島陽子は国会議員としていろいろなフェミニズム主張をしましたその中の一つは女性が元のことを囚人と呼ぶのはペットみたいで反対だというものでした私の友達も囚人にはマスターの意味があるので言わないと言っていましたそして私たちは去年から安倍内閣が進めている女性が輝ける社会という政策についても話しました彼女はその政策が女性を就職をしやすくし給料も男性と同じように支払われて頑張れるから日本にとって大変いいことだと思っていますしかしその一方で多くの女性は負担ばかりを感じイラッとしているとも聞きましたそれはその政策が女性の権利を尊重するものではなく強い経済を作るだけに感じられているからだそうですそこでどんな女性が理想的な女性か友達に聞いてみたら好きなことをして自分のことをコントロールできる自由な人生が幸せだと答えましたその考え方は新しくいろいろ考えさせられました以前の私はフェミニストの女性は男性のように強くならなければならないと思っておりストレスをためていましたしかし主婦でもキャリアウーマンでも、みんなは社会に貢献しているのですから誰もが一定のスタンダードに当てはまらなくてもいいのではないかと思うようになりましたフェミニズムでも女性が輝ける社会でも私たちはキャリアウーマンだけのためじゃなくて全体の女性の幸せを望むべきではないでしょうか。
そうなんですけど女は女性が輝ける社会を作るために何が一番大事なのか。すごく面白い視点だと思うんですけど、私も日本を離れてアメリカで働いていて、家庭を両立させようとしていますが、中国で、中国だったり日本だったりアメリカだったり3ついろいろ経験されていると思うんですが、それでいうと、